魔物であろうとマフィアであろうと故郷は。結論から言いますが、昨日の暗殺者はマフィアの手下です。マフィア？アルスター島への介入はこれまで防がれていたのでは？いや、今のこの状況に連中がつけ込んできたということなのですね。その通りです、ノイシュ。奴らは常に虎視眈々と利益を得る機会を狙っていますからね。それぞれの町が曲がりなりにも復興するまではマフィアに旨味はありませんでした。しかし復興が進み、島の中での交易が再開されたことで、マフィアにとっての利潤が生まれたのです。マフィアの人たちが得すること？暴力沙汰は彼らの得手。それを生かし別の町へ移動する人々の護衛を買って出ています。あれ？でもそれってオイラたちみたいな気空師とどう違うんだ？困ってるやつを助けてんなら悪いことじゃねえよな。問題は彼らが人々から法外な金額を巻き上げていること、そしてマフィアが島に居つくこと。法外な金額？なるほど。昨日の商人の護衛もマフィアの下っ端か。あのような者たちが居つけば島の治安が悪化しますね。マフィアは自分たちの利潤のためなら人々の犠牲などいといません。いずれ何かが起こる前にアルスター島から追放せねばならないのです。幸い現段階ではマフィアも護衛以外の仕事にはほぼ手が出せていないようです。ですから今のうちに彼らの仕事をすべて奪い、アルスター島で利潤が得られない状況にします。護衛の仕事がなくなるってことは魔物がいなくなればいいのかな？その通りです、ルリア殿。そしてディアドラ様との再契約がなればそれは叶う。マフィアが私の暗殺を企てたことは彼らの焦りの証拠です。なんとしてもディアドラ様に再び契約を結んでいただかねばならないのですね。それもマフィアがのさばる前にです。我々に残された時間は少ない。ディアドラ様が再契約に前向きになってくださるといいのですが。なんだ？何をガン首揃えている？ディアドラ様、おはようございます。よくお眠りになれましたか？うん、まあ、あのベッドという寝具は悪くない。あれ？お洋服がちょっと変ですね。紐の結び方がおかしいのかな。なっ！突然触れるな！すみません。でもほら、ここがね、こんがらがっちゃってます、触れることを許す。直せ。はい、じっとしててくださいね。ここがこうなって。まったく、貴様が我の器を壊さなければこのような姿にならぬでも済んだものを。面目次第もありません。すべての戸川は私にあります。300年蓄えた魔力が水の泡だ。本来であればそれを使い新しい器をこしらえるのだがな。確かアイルスト王国の王様が新しい器を作るのを手伝ってたんだよな。その通りだ、同胞よ。我が魔力と王の魔力を法陣で編み上げて作り出す。今の好みはあくまで核を保護するための薄皮に過ぎん。
ディアドラ様、我が王家の執殿並びに父王コノールの不義を重ねてお詫び申し上げる。その上で父の罪を注ぐためにも、私に新たな器を形作る儀式を執り行わせていただけませんか。大方、人どもを守るため我にまた魔物を見張らせたいのであろう。煮えすいたご機嫌取りだな、アイルスト最後の王子よ。私はあなたと王家が結んだ契約を正しく履行したいだけ。この程度であなたに契約を迫るはずがない。見くびらないでいただこう。ふふ、言いよるな。悪くはない、良いとも言わぬがな。私と姉上はこれより城下町以外へも降伏を行いに向かいます。って、まさか二人だけで行くつもりなのかよ。あんなに魔物が出るってのに。腕に自信はあります。護衛に人手を割くのは惜しいですから。恩義に万が一のことがあってはなりません。すでに王家はなくとも、お二人は民にとって指導者であり希望そのもの。頼りないでしょうが、せめて私だけでもお連れください。おっと、オイラたちも忘れちゃ困るぜ。我々二人だけでは行軍の速度にも限界があります。お力をお借りしましょう、姉上。確かに十分な謝礼ができないのが心苦しいところではありますが。よっしゃ、そうと決まったら早速出発しようぜ。アルスター島に秩序を取り戻すためにはディアドラ様の復活が第一。私とセルエルが責任を持って復活の儀を執り行います。でもヘルエス様、どうしてまたディアドラ様は急にいなくなってしまったんです？それは私がディアドラ様の命を奪ったからです。そしてディアドラ様討伐の命令を下したのは我が父コノール王に他ならない。アイルスト王国の滅亡も皆の窮状も全ては父王の愚かしさが招いたこと。私と姉上がディアドラ様の復活をもってその罪を償おう。セルエル様。ノイシュ、あなた一人の責任などと私も姉上も思っていません。あなたはもう十分に苦しんだはず。そういう人であることを私は誰よりよく知っているのです。ノイシュ、次の町へ向かいましょう。
セルエル様はああ言ってくださったが、私はあそこまでの信頼に足る人間ではない。ノイシュ、大丈夫ですか？顔色が良くないようですが。いえ、問題ありません。ご心配なさらず。そうですか。ならば、あえて聞きません。お気遣い、ありがとうございます。空師殿、この町の近くに魔物が巣を作っているようです。町の安全のため群れを追い払うのを手伝っていただけませんか？それくらいお安い御用だぜな。感謝します。ではついてきてください。セルエル様もヘルエス様も、そしてアルスター島の人々も、私を責めはしない。そして私の謝罪などディアドラ様は必要となさらない。ならば私はどうやって罪を償い信頼に応えればよいのだろう。いっそ愚か者よと責められ、家計代に追い込まれた方が気楽かもしれないな。ディアドラ様にも息抜きは必要です。頑張りなさい、ノイシュ。